天皇は裁判にかけられなかった。被告も弁護人も最初から天皇に迷惑がかからないように証言することを申し合わせていたが、それとは別に占領軍総司令官マッカーサー元帥が天皇訴追に強く反対した。マッカーサーは象徴天皇戦争放棄の日本国憲法を日本に承知させることによって天皇訴追を主張する他の連合国を納得させた。天皇は大日本帝国憲法によって日本の元首であり、かつ統治者であり、陸海軍の統帥者と定められていた。戦線も講和も条約の締結も全て天皇の権限に属していた。そういうわけだから、戦争を計画し準備し開始し遂行した最高責任者が連合国から見れば天皇であるということは争う余地のないことだった。しかしながら、このように強大な大権を持ちながらも、天皇は神聖にして犯すべからず、都憲法では規定されていた。すなわち、天皇の決定が間違っていたと判明しても、天皇には法律上の責任はなく、その方法を採用するように進言した臣下が責任を負うという仕組みだった。東京裁判で、各国がリストアップした被疑者の中に裕仁の名が入っていたのは、オーストラリアだけだった。プロパガンダとしては、資本家だと、天皇制打派、を声高に叫んでいたソ連も、正式には天皇をリストアップしなかった。一方、東京裁判のリーダー役を務めたアメリカの立場は微妙だった。占領軍の最高司令官マッカーサー元帥は格別の知日派というわけではなかったが、天皇の停戦命令が出されるや、あれほど頑強に抵抗していた日本軍がまるで借りてきた猫のようにおとなしく降伏し、武装解除に応じ、日本進駐後も一件の武装抵抗事件も起こらない現実に実際のところ驚嘆した。マッカーサーは、日本軍の武装解除が終了した、核も速やかに、核も摩擦な武装解除が行われたことは史上その例を知らない、とラジオで全世界に向けて放送したほどである。その後、マッカーサーは最後の陸軍大臣となっていた下村サダム大将を呼んで、なぜこんなに速やかに混乱なく武装解除ができたのかと質問した。下村は当たり障りのない答えを繰り返したが、マッカーサーは納得しなかった。そこで下村は意を決して、天皇の詔勅が出た以上、日本国民は必ず慎んで実行するの精神で行動するのであると答えたという。答え渋っていたのは、天皇の絶大な権威を正直に自慢すると、戦争を始めたのもその絶大なる権威があったがために違いないと受け取られることを心配したからである。マッカーサーは初めて納得した。その後、マッカーサーにアメリカ本国から一通の指令が届いた。それは、天皇を軍事裁判にかけるという方針案だった。当時、天皇を戦争犯罪人として処罰せよとの報道が連合国諸国から聞こえていたのだ。マッカーサーは約2ヶ月後、アイゼンハウアー陸軍参謀総長に次のように返電した。天皇を戦犯裁判にかければ日本人は激しく動揺し、占領政策もうまくいかないだろう。最小限100万の軍隊と数十万の行政官をアメリカから派遣し、何年にもわたって駐屯させる必要が生じるだろう。アメリカ政府もこのマッカーサー報告を了承して天皇不訴追を決めた。この段階で天皇を裁判にかけないという方針が不動のものとなった。マッカーサーとアメリカ政府との天皇は訴追せずの方針を忠実に守ったのがキーナン主席検事だった。キーナンは国際検察局の内部や改定後の法廷で天皇の名が浮上するたびにその動きを抑えた。キーナンは裁判の途中で一時帰国する。その時ワシントンで記者会見を行い、天皇を裁判に付することは不当であるというのが連合国の見解であると語り、天皇不起訴を初めて公表した。そんなキーナン主席検事が慌てたのは、東条英機が尋問中にうっかり答えた不用意な発言だった。それは、被告木戸幸一の弁護人ウィリアム・ローガンが天皇の兵はご希望に反して木戸が行動したり進言したりしたことがあるかと質問した時だった。東条は即座に、そういう事例はもちろんありません、私の知る限りありません、のみならず日本国の臣民が陛下のご意志に反してかれこれするということはありえぬことであります、言わんや日本の高官においてと答えたのである。ローガンはこの答えを引き出した時点で尋問を終了させた。この言葉の意味するところは何か、言い換えれば今回の戦争や政策は日本の高官を頂点とする日本国の臣民が陛下の意志のもとに行動した、米英に宣戦したのは天皇のご意志だったと言外に匂わせたのだ。しかしこの発言で東条が天皇に責任転嫁したというのはお門違いである。発言の適否はともかく、東条は事実を語っただけである。これを聞いたウェップ裁判長は、あなたはただ今の回答がどういうことを示唆しているかお分かりでしょうねと発言した。ウェップ裁判長はオーストラリア人で、被告リストに唯一天皇裕仁を明記した国だった。ウェップ自身も天皇が訴追されていないことに大きな不満を持っていたのである。この東条発言は1947年12月31日で、改定してからすでに1年半以上が経っていた。実はキーナン主席検事はすでに手を打っていた。
日本人を通じて東条に、戦争は天皇の意思ではなかったと証言するように根回ししていた。第一のルートは米内光政、もう一つのルートは畑俊六被告の弁護人神崎正義だった。神崎弁護人は東条に会って具体的な答弁法を伝授した。この時神崎は、この戦争は勝ったが陛下の命令に背いて始めたものだと証言してくれませんか。単刀直入に頼み込んだ。東条は、それは無理な注文ですよ。陛下のご裁可があったからこそ開戦したのです。私は死を覚悟している。臣下として一点万丈の君のご命令に背いてこの戦争を始めたなどと嘘の証言をして、それで死にきれますかと反論したそうだ。結局いろいろ話し合った結果、陛下はしぶしぶ開戦を認められたと証言することで合意が成立した。こんな根回しが終わっていた頃に、先に触れた日本国の臣民が陛下のご意志に反してかれこれするということはありえぬことであります。言わんや日本の高官においての証言が飛び出したのである。一刻も早くその証言を訂正させなければならない。念押しのため紀伊南史跡展示は検察側証人として協力していた田中隆吉元陸軍少将に相談した。田中は紀伊南の秘書山崎誠一と相談して式部官庁松平康政に依頼した。松平はさらに東条と面識のあった木戸光一の息子高彦に東条説得を頼んだという。木戸の息子に面会した東条はもちろん証言の訂正に応じることを了承した。これが1月4日である。東条の訂正証言はその2日後だった。紀伊南は東条に満州問題を尋問していたが、その最中に突然方向を変えて天皇問題を尋問した。さて1941年12月、戦争を遂行するという問題に関する天皇の立場とあなた自身の立場の問題に移ります。あなたはすでに法廷に対して、日本の天皇は平和を愛するとあなた方に知らしめたと言っていることは正しいか。もちろん正しい。そうしてまた日本国民たる者は何人たるも天皇の命令に従わないということは考えられないと言いました。それは正しいか。それは私の国民としての感情を申し上げていた。天皇の責任とは別の問題です。しかしあなたは実際米英蘭に対して戦争したのではないのか。私の内閣において戦争を決意しました。その戦争を行わなければならない。行えというのは裕仁天皇の意思であったか、意思と反したかもしれませんが、とにかく私の進言、統帥部その他責任者の進言によってしぶしぶご同意になったのが事実です。そうして平和ご愛好のご精神は最後の一瞬に至るまで陛下はご希望を持っておられました。東条の証言は満点だった。この過程だけを見て、東条は東京裁判で自分を犠牲にして昭和天皇を救ったと言説を目にした者もいるだろうが、これは少し違う。天皇不起訴を実現に導いたのは紀伊南であり、東条はそれに従っただけである。これ以降の東条と紀伊南の一騎打ちの対決が実に興味深い。東条から証言を引き出した紀伊南は、首相として戦争を起こしたことを道徳的にも法律的にも間違ったことをしていなかったと考えるのか、ここに被告としての心境を聞きたいと質問した。東条は、間違ったことはない、正しいことをしたと思うと声高く言い切った。それでは無罪放免されたら同僚と共に同じことを繰り返す用意があるのかと畳みかけた。するとブルエット弁護人が、これは妥当な反対尋問ではないと異議を申し立て、ウェップ裁判長がそれを認めると、憤然たる面持ちの紀伊南は検事席にも座らず書類を抱えてさっさと退廷してしまった。米国側の意図通りの証言をした東条に、最後の花を持たせるための芝居のようにも見える。この尋問と証言で天皇戦犯問題はようやく決着した。東条証言後の1月8日夜、マッカーサーは紀伊南史跡展示とウェップ裁判長を招き、天皇不起訴を改めて申し渡した。紀伊南は満足そうだったが、ウェップは不満顔だったという。